大仙環状道路は中国地方の最高峰で鳥取県にそびえる大山の中原を周遊する道路ルートの通称である。次の県道各路線の一部で構成される。JR 山陽本線大山口駅から大仙に向かって伸びる県道158号大山口停車場大仙線から大仙を中心に半時計回りの順では県道45号。 倉吉風溝の口線、県道44号東白野添線、県道34号倉吉赤崎中山線、県道30号赤崎大仙線で結んでおり、大山町で再び県道158号に戻る。標高800メートル付近で大山中腹をぐるりと一周しており、その主な通過地は、西白軍大山町大山道軍放棄町。 大内鍵係かり峠日野郡甲府町大技、お机倉吉市関金町のぞえ東白群、琴浦町大技別郡大技山川、西白郡大仙町羽田から一息坂峠、豊塞で、再び大仙町大山に戻る。区間ごとに道路の雰囲気が変化する山岳道路で、道路から望む大仙山頂付近の表情の変化を、 楽しむことができるドライブやツーリングの絶景コースとしても知られている。一周する区間総距離は約6 4トルある。一部で冬季閉鎖される区間があり、12月中旬から翌年3月下旬までの期間中は通行を止め規制になる。県道158号台山口停車場、大仙線の区間は大仙北側にある大仙寺と真西に位置する。 増水高原を結ぶ。大川寺側からは、大山の荒々しい北壁を、増水高原側からは、別名、宝器富士、出雲富士とも呼ばれる崩落面が見えない、大山西面の山頂まで緑に覆われた、穏やかな三角形の山肌が展望できる。鍵がかり峠からの大山南壁の長望剣道45号、倉吉江溝の口線の区間は、 大山の南陸を回り込み、登録の尾根沿いの遠くまで道路が伸びる。西日本屈指のブナの原生林を貫く多彩なカーブを持つワインディングロードで、新緑や秋の紅葉を楽しむことのできるルートである。大山のちょうど真南に位置する鍵掛かり峠を通過しており、15台分の無料駐車場が併設された展望台は山頂部が横長に伸び、奥の正面に 断崖絶壁がそそり立つ大山と、中腹から続く新緑や紅葉とのコントラストが、美しい眺望ポイントとして、人気を集めている。県道34号倉吉赤崎中山線の、区間は、大山の登録から北陸にかけて位置しており、センターラインがない、曲がりくねった峠道である。大山北側に位置する、一行坂峠の付近は、荒々しく、 岩肌がむき出しになった大山を眺望できるポイントである。一息坂峠の名は、鎌倉時代の戦場山の戦いで知られ、琴浦町にある戦場山へ向かった名は長都市軍が一息に駆け上ったという伝説に由来する。県道30号赤崎大線線の区間は、走りやすく整備された二車線道路で、大山北録より絶景で知られる、香取高原に達する。 鳥取県東白群琴浦町大技、中津原体鳥取県東白群琴浦町大技別具の区間は鳥取県道34号倉吉赤崎中山線との重複区間。ありがとうございます。